今年はストーンウォールの反乱から50周年にあたります。当時は同性愛者へのお酒の販売も禁止、またソドミー法がありましたので、頻繁に同性愛者が逮捕された時代でもありました。そんな時代に警察と同性愛者が衝突した場所がここストーンウォール院です。